まずは自分のサービスを誰かに伝えることですよ。最高級のサービスがそこにあったとしても、はい、周りの方が知らないとどうしてもそれは来てもらえないものになってしまうので、そもそもトレーナーさんたちが一番課題として抱えてるのって、まず第一に集客なんですよ。そうですね。ただ集客の方で自信があったので、なるほど。はい。そういったところで考え方がちょっと逆なんじゃないかな。スタートしてから。そういうことです。はい。こんにちは。今日もですね、セカンドバスの公式チャンネルの方で配信をしてまいります。今日はですね、特別ゲストをお呼びしております。鈴木太郎社長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介でですね、今日のテーマ、はい、やっぱりこうメディア、まあ、ずっとやってらっしゃったと思うので、はい、どういったメディアをやってらっしゃったのかっていうところと、うん、今現在どういう人物をご経営されてるのかっていうところで、はい、ちょっとこうご紹介いただけたらなと思います。はい、します。わかりました。はじめまして、鈴木太郎と申します。もともと僕はですね、2015年ぐらいから自分自身のブログを通してフィットネス情報を発信していました。途中からですね、フィットネス全般というよりもパーソナルジムですとかヨガ、ホットヨガに特化したメディアになっていきまして、まあ、それを2019年ぐらいまでメインでやっていたんですけども、昨年2019年の12月にですね、東京で自分のパーソナルジムエレメントというですね、ジムを始めまして、今半年で都内3店舗まで拡大しております。3店舗ですか？半年で、はい、めちゃめちゃスピード速くないですか？ありがとうございます。普通なんか1年ぐらいかけてなんかこう収益化していって、はい、で、あ、うまくいくなっていうのが見えてきて、はい、1店舗2店舗増やすっていうイメージだと思うんですけど、うんうん、はい、しかも年末に1店舗目ですよね。12月1日に1店舗目が出て、ああ、なるほど、はい、もう1ヶ月目から手応えがあったんですか？結構すぐにお客さんもいらっしゃってくださって、なるほど、そこから順調に、はいはい、伸びていったという形です。なるほど。タイミング的にはもう、まあ、コロナの期間が、はい、まあ、2月、3月、4月と、はい、あったと思うんですけど、はい、今現時点7月じゃないですか、はい、でもう3店舗目っていう。そうですね、はい、ここはやっぱコロナはコロナで、はい、ある程度こう苦しかったは苦しかった。そうですね、やはりコロナの時期はお客様がかなり心配されていて、はい、当ジムとしてもオンラインにかなり切り替えたところもありましたし、はい、ただ少し収束が見えてきた、はい、5月の末から6月の頭頃から新しく新規のお客様がどっと来てくださって、なるほど、でそこからグッと伸びてという形です、ね。もうなんかスピード感がめちゃくちゃ速いですよね。そうですね、7月の1日に2店舗目が出たんですけども、はい、もう来月には3店舗目がオープンするっていう毎月開業するみたいな感じじゃないですか。そうですね、その後も4店舗目とか毎日計画はしてるんですか？してますね、はい、まあ、年内にも4店舗までは出したいなということを考えています。なるほど、はい、で次でちょっと一回落ち着かせて。いや、まだ分からないですね。いやいや、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、今日ですね、結構こう最近、はい、まあ、コロナの前後で、うん、やっぱりこうジムの経営者さんとか、はい、スマートバスの提携ジム様からですね、ご相談とかたくさんいただいていて、はい、そんな中でもう何もなかったかのように、うん、めちゃくちゃ店舗展開されているっていう太郎さんにですね、はい、ぜひちょっとお伺いしたいなっていうところが、いや、もう僕でよければ、はい、いくつかありますので、はい、ぜひ正直なお答えいただけたら。わかりました、正直思われます、はいはい、で今日はですね、はい、まず一つ目のテーマが、はい、メディア×ジム経営ということで、もともと鈴太郎という、はい、メディアをご経営というか運営されていたと思うんですけど、そこにまず始めた、まあ、経緯もちょっとお聞きしたいなっていうところと、はい、あと、まあ、こうメディアをやっていたからこそ、うんうん、多分この初月で運営自体がうまくいっているっていうこともあるのかなって勝手に思ってるんですけど、はい、ちょっとそこら辺をお話ししていきたい、はい、そうですね、はい、まずはメディアを始めた経緯なんですけども、もともと自分自身がすごくトレーニングが好きで、うん、本当にライズアップさんがCM をガンガン流されていた当時ですね、はい、ちょうどパーソナルジムという業態があるんだというところでまず興味を持ったと。でただその時はですね、そのパーソナルジムだけをフューチャーして、うん、紹介しているメディアってほとんどなかったんですよ。そうですね、はいはい、なので正直言うと僕のメディアかもう一つぐらいみたいなぐらいしかなかったんですね、はいはいはい、なのでかなり早い時期からそのパーソナルジムに注目をしてすごく面白い業態だと思ったので、ライズアップさんだったり他のジムさんをこう比較した記事とか、はい、そういったものをこうどんどん出していったっていうところから始まってます。これってじゃあブロガーとして一応活動されていたんですか、もともと。そうですね、まあ、当時まだブロガーとしては全然、まあ、売れてなかったというか、はい、大した読まれてるものではなかったんですけども、はい、まあ、2,3 年ぐらいやったっていう、はい、あ、はい、なるほど、時期ですね。
まあ、当時の、まあ、そのライズアップさんが、はい、まあ、こう CM 出し始めた頃って、はい、大体2014とか5とかぐらいだったんですけど、うんうんうん、はい、それぐらいのタイミングで。そうですね、僕がちょうどそのパーソナルジムに出し始めたのは2015年から2016年ぐらいにかけてたんです、ね、本当に最初の頃って。そうですね、はい、パーソナルジムってまず何なのっていうところですよね、うんうんうん、はい、ライズアップでしょって言ったら、うん、なんとなく人には通じるみたいな。そうです、そうです、はい、その頃から、まあ、いろんなジムさんを掲載されてた。はい、その頃ってそもそもそのパーソナルトレーニングジムって今結構いっぱいあると思うんですけど、はい、これぐらいはなかったわけじゃないですか。なかったですね。どんぐらい増えました、この肌感的に。いや、もう何十倍じゃないですか。何十倍、何十倍だと思います。もう検索したら、はい、当時は本当に東京都全体で数十社とかそんなもんぐらいだったと思うんですよ、はい、それが今は東京都の駅調べたら、はい、大体駅一つに対して 3,4 店舗、そうです、まあ、いいとこだったら10店舗以上とかあるじゃないですか、はいはい、だからかなりやっぱり増えたんじゃないかなとは思います。はい、これ面白いですね。もう何年も追っかけてる、はい、もうなんか言ったら記者なわけじゃないですか。そうです、そうです、はい、だからこそ分かるっていう、はい、まあ、じゃあ単純にこう自分が筋トレ好きだから、うん、はい、まあ、ちょっとこう面白い業態だし、うん、ブログのネタとして書いていこうかなみたいな、うん、それぐらいのスタートだったっ、ね、最初はそれでしたね、うん、で、まあ、自分自身がこうライズアップさんに取材させてもらったりだとか、はい、そうしてもらったんですよ。そうなんですよ、結構だから大手さんにはかなり取材に入らせていただいて、うんうん、セカンドパスさんなんか対局になっちゃうんですけど、はい、ライズアップアカデミーさんとか、はいはいはい、そういうところにも行きました、ね、はい、そうなんですね、はい、でそこで少しずつ掲載店舗増やしていく、はい、うん、ブログ自体は、まあ、言ってしまえば、まあ、収益もある程度生まれてるかなと思うんですけど、はい、うん、ただここで別にこの生活していくとか、うん、そのブログの収入をこう拡大していくとかっていう考えではないということですか。あ、それもちろんありました、うん、やはりいい紹介ができれば、はい、ジムさんにもメリットが生まれますし、はい、紹介ができたら、まあ、自分たちにも広告費としていただくものができますし、うん、そういったところでお互いにウィンウィンの関係を築けていたんじゃないかなとは思っています、うん、なるほど、はい、このメディア運営をしていって、うん、まあ、今こう去年の12月から、はい、まあ、突然と言いますか、うん、一気にこう自分運営を、はい、急速に拡大しているということだと思うんですけど、はい、やっぱジムはやりたいあ、もうずっと思ってました。ずっと思ってたんですけど、正直もうメディアだけでいっぱいいっぱいだったんですよ、はいはい、で自分自身もトレーニングは好きですけど、パーソナルトレーナーとして活動してたわけではないので、うん、じゃあ自分が一からそれをやるかって言ったら、うん、ちょっと難しいなっていうのを考えていたんですが、まあ、今自分のエレメントを一緒に創業してくれたメンバーと昨年いい出会いがあって、うんうん、でそこからじゃあ一緒にやろうというところで始められた。まあ、これがきっかけですね。あ、うん、じゃあもう結構やりたいなと思っていて、はい、まあ、メンバーがまた集まって、うん、じゃあやろうかみたいな。そうです。あ、そういう形だったんですね、はい、じゃあこれがもしなかったら、はい、例えばそのトレーナーになっていたりとかしました、はい、結構ありますね。ありました。正直もうだいぶ前からセカンドパスさんも知ってますし、はいはい、スクールとか通ってみたいなっていうのは、はい、結構あるんですよ、あったんですよ。じゃあもしかしたらここがこう卒業生インタビューみたいになったかもしれない。かもしれないですね。あ、なるほど、はい、これって、はい、トレーナーさんもやっぱり今ジムの経営者さん含めて、うん、フリーのトレーナーさん含めて、はい、まあ、集客困っていたりとか、うん、まあ、なんかこうウェブってどこから手をつけていいか分かんないっていう声が結構多いかなって思ってるんですけど、うんうん、はい、うん、今こうお話しいただいたメディアを運営してきて、うん、はい、でこう事務経営をして、うん、具体的にどんなところがなんかこう強みになったとか、はい、どこから辺がこうブーストできたみたいなところがありますか。やはりですね、自分のそのウェブメディアを上位に上げる、まあ、ウェブマーケティングですけど、うん、はい、それはそのメディアを運営していてかなり勉強したんですね、うん、やはり少しコミット話をすると Google の SEO とか、はい、まあ、アップデートとかそういったものを何回も経験していますので、うん、どこをこういじったりとか、うん、どういうふうにすれば、うん、じゃあ上位に上げやすくなる、うんうん、っていうことが数年間の経験でかなりこう培えたのかなと思っていまして、うん、であとはメディア自体をやっていて、はい、正直パーソナルトレーナーさんでも、はい、何百社のパーソナルジムを実際見てとか比較することってあんまないと思うんですよ。ないですね。はい、自分たちの場合は実際取材も行ってますし、立地とか、うん、空間とか、はい、どういう機材使ってるとか、うん、そういうのも分かっていたので、はい、やはりそういったところでいろんなジムさんのいいところを見れたのが良かったのかなと思います、はい、なるほど、はい、でもこれ
まあ、言ってしまえばちょっとこう集大成的な、はい、もういろんないいところをこう参考にさせていただいて、参考にさせていただいて、はい、でまあ、こう集大成として作ったみたいな。そうですね、はい、それはめちゃめちゃいいものができそうですよね、うん。まあ、その創業当初から、はい、ジムの開業当初から月額制でやってらっしゃると思うんですよ、ね。そうですね、はい、金額的には34,800円、はい、はい、抜きです。そういう金額でまあやってらっしゃると、はい、今結構ですね、うん、まあ、固定の単発でいくらとか、はい、まあ、2ヶ月20万とか、うんうんうん、そういったところからどんどんサブスクに移動しようみたいな動きって、はい、まあ、ありつつも、うん、なかなかそこがうまくいかないっていうジムさんも現実としてあると思うんです、ね、うんうん、でもこれ最初から月額制にしようってスタートしてるわけじゃないですか、はい、ここって全部お話ししちゃうと真似されちゃうんで、はいはい、ここまでは話せますみたいなことってありますか？そうですね。どういうふうに工夫したかとか。もちろんまずサブスクを取り入れようと思った一番の理由は、はい、ほとんど の, そのパーソナルジムさんが2ヶ月とか3ヶ月っていう期間のプログラムを組んでらっしゃるっていうのを見ていて、はい、もし自分がそこに通う立場になった時に2ヶ月受けてその後結局リバウンドしてしまったらすごくもったいないことになってしまうなという感じなんですね、はい、なのであれば、まあ、自分としては例えば半年ぐらいかけるとまあ同じぐらいの金額になるんですけど、それでこうまずゆっくりこう緩やかに痩せさせたいなっていう、まあ、気持ちがまずいって、それはあのお客さん向けですね、はい、であとは、まあ、サブスク の, そのジム側のメリットなんですけども、はい、お客様が例えば店員がまあ大体何名って決まってるんですけども、うん、店員にぐらい達すると翌月もさらにその翌月も広告費かけなくてもお客さんそこにいるんですよ。そうですね、はいはい、ってなると広告費の分単純に利益が増える、うん、はいはい、コストがあの最初はかかるんですけど、うん、どんどん減らしていって、うん、で残っていく利益が一定で推移していくので、はい、うん、そうすると経営的に翌月の売り上げがすぐ想定できるので、うん、あの安定経営ができるというのがポイントですね、うん、はい、まあ、すごく綺麗なビジネスをされてるなっていう印象があるんですけど、はい、やっぱりトレーナーさんやこれから開業される、うん、まあ、ジムの経営者さんとか、はい、まあ、目指される方って、うん、最初の自己資金が、はい、まあ、こう少ないところから始められる人が多いのかなと思っていて、はい、うん、やっぱりこうサブスクになってくると、うん、まあ、そういったフロー型で、うん、しっかりと利益を蓄積していく、はい、積み立てていくっていうところができるのはメリットです、うんうん、ただ最初の方 の,、まあ、その初速の時に、はい、なかなかこう利益の、まあ、総量でいうと出てこない、うん、そうですね、っていうところが、はい、なかなか踏み出せない理由なのかなと思うんですけど、うんうん、やっぱそこら辺はある程度こう用意してというか、はい、まあ、開業資金であったり運転資金をしっかり用意してスタートしたみたいな。そうですね、まあ、ただ皆さんが考えているほどすごいたくさん用意したわけではなくて、うん、正直集客しなかったら結構危ういなみたいな、ギリギリは攻めましたね。あ、そうなんですね、はい、結構じゃあチャレンジャーな感じなんですか、ね、そうですね、ただ、まあ、少し話が戻るんですけど、はい、集客の方で自信があったので、うん、なるほど、はい、そっか、うん、そこはもう絶対の自信があったんです。そうですね、あ、そこって、はい、微妙な差だと思うんですけど、うん、ものすごく白黒分けるじゃないですか、はい、そもそもトレーナーさんたちが一番課題として抱えてるのって、うん、まず第一に集客なんですよ。でもその集客の自信があったってことですよ、はい、はい、そうです、なかなかいないと思うんですけど、はい、これってやっぱりそのウェブメディアを経験して、まあ、SEO と、うん、はい、がまあ自信があったっていう。そうですね、まあ、広告とかってやっぱ出してます？出してます。あ、はい、私が運用してます。あ、そうなんですか、はい、自ら。自ら。へー、これもリスティングとか SNS とか、まあ、そうですね、一般的なものですけど、あとは広告運用ですね、はい、そうですし、あとはまあ成果報酬型 の,、はい、あの仕組みを作るとか、はい、そういったところで自分のジムを、例えば自分のホームページだけじゃなくて、はい、いろんなメディアさんが紹介したくなるような仕組みをうちのジムは結構作ってます、ね、ああ、なるほど、はい、まあ、ちょっとこう踏み込むとメディアリレーションみたいな、まあ、それもありますし、PR、 はい、PR もありますし、あとは、まあ、あのアフィリエイト報酬とか、はい、そういうのももちろん設定していますし、はい、きっとあの普通の一般のトレーナーさんだと、はい、あの成果報酬とか広告費をあまりかけるっていうこと自体が、はい、あの不安っていうふうに思われると思うんですけど、はい、僕は逆で、もちろんこっちそっちのメディア出身の方なので、はい、報酬をいただければもちろんそれをこう頑張ってくるメディアさんが多いですし、なるほど、うん、やはりそこはこう自分が
お金を払わないと紹介もしてもらえないので、うん、はいはい、そういったところで考え方がちょっと逆なんじゃないかな、スタートして。あ、そうですね、はい、要はお金をかけるイコールなんかこう全部コストに感じてしまうトレーナーさんと、はい、うん、逆にメディア出身なんで、はい、まあ、もらえればちゃんとやる人たちだよってことが分かってるみたいな、うんうん、そうです。あ、なるほど。まあ、成果報酬であれば自分たちはマイナスならないっていうところになりますので、はい、絶対にあのプラスに転換していく、まあ、かなり有益な情報をお聞きできてるかなって。よかったです。あとですね、僕、はい、太郎さんのすごいなと思うところが、はい、MEO、はい、これがめちゃめちゃ強いなって思って。ありがとうございます。はい、結構その三茶と周辺でやってらっしゃって、はい、でまた新富山駒沢っておっしゃってたじゃないですか、はい、うん、あれ結構こうドミナント的にやってるのかなと思うんですけど、そうですね、はい、うん、ここら辺もやっぱり戦略としてやってるみたいな。戦略ですね。あ、もちろん、まあ、これも言っちゃうんですけど、はい、三軒茶屋で調べたら、はい、うち MEO で1位なんですよね。そうですよね、はい、ファーストアジム三軒茶屋、はいはい、でまあ、普通の人だったら三軒茶屋の次は渋谷に出そうとか、うん、まあ、新宿とか、うん、逆にじゃあ二子玉に出そうとかっていうふうに考える方も多いと思うんですけど、うん、はい、あえて三軒茶屋に出したのはもう三軒茶屋で調べてる人はうちのホームページに大体来てくれるんですよね、うん、そしたらもう1店舗目がもう店員いっぱいなので、はい、2店舗目はそこに出してあげれば、1店舗目に入らない方がそのままスライドに2店舗目に入るわけですよね。うん、これサブスクだからこそできるってことですよね。そうです。なるほど、なるほど。このお客様を卒業させた後に、はい、まあ、要はまた帰っていただけたりとか、うん、まあ、継続的に使っていくことで、うん、まあ、要は期間長く使っていただけるってことはコミュニケーションの量も増えるじゃないですか、はい、そうです。なのでまた1年後にこう戻ってきてもらえる可能性もあるみたいな、うん、そうですね。やはり皆さんあのご近所の方が多いので、はい、でそこでこうトレーナーとのコミュニケーションが強まっていくと、はい、本当にもう友達みたいな感じになってきますね。ー、はい、スーパーとかで会うんじゃないですか。あると思います。ありますよね、はい、なるほど、面白いですね、はい、じゃあこのエリアマーケティング的なところと、うん、まあ、広告の、まあ、運用だったり、はい、メディアのリレーションだったり、はい、まあ、SEO 運用とか、うん、さまざまな施策を、まあ、ある程度こうやってきたからこそ、はい、集客に自信があって、はい、まあ、かなり初月から伸ばしていると、うん、そうですね、はい、なるほど、そういうことですね、はい、ありがとうございます。最後にですね、この、まあ、はい、今回のテーマ、別のテーマですね、メディアかける事務経営というところで、うん、はい、これから、まあ、ジムを開業する方や、うん、まあ、トレーナーさんとして、まあ、結構、まあ、フリーランスで、はい、個人事業主でやってる方って多いと思うんですけど、うん、まあ、まずこれをやってみてみたらどうですかっていう、なんかまず最初のファーストステップとして、はい、なんかウェブ集客をやるんだったら、うん、これはどうみたいなものって何かありますか。うんうん、そうですね、まず個人の方でも法人 の、はい、あの大型のジムさんでもすぐにできることっていうのは、まあ、SNS ですよね、うん、まあ、発信をすること、はい、自分たちがどういうジムでどういうことをしているかっていうのを、うん、普通に SNS で発信するのもいいですし、はい、SNS の発信内容を逆に広告に載せて発信をする、はい、うん、そうすると最初、まあ、SNS フォロワー少ないともちろん見る人少ないんですけど、はい、広告かけてあげればそれだけ多くの人に、うん、あの広めることができるので、うん、そこでお客様が来ればその発信は価値があるものだと思いますし、逆に来ないのであればちょっと発信してないか違うのかもしれないし、うん、うん、なるほど、それはもうすぐにできることだと思います。はい、SNS っていうのも結局個人メディアじゃないですか、はい、あるいはまあ自分でメディアを一つ持つことっていうのが大事ってことですよね。そうですね、まあ、メディア SNS だったり、はい、ウェブメディアでもいいんですけど、はい、まずは自分のサービスを誰かに伝えることですよね。なるほど、結局ジムの中にいて、はい、いかに本当にもう最高級のサービスがそこにあったとしても、はい、周りの方が知らないとどうしてもそれは来てもらえないものになってしまうので、はい、何らかの方法でもいいんですよ、正直言うと、うん、実際にそれをこう発信して伝えてあげるっていうことが一番大事なんじゃないかなと思います。まずやってみなさいと。そうですね、ということです。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、太郎さんにメディアかける事務経営ということでお聞きしていたんですけども、はい、まあ、僕なりに少しまとめていくと、やっぱりこうメディアといいますか、うん、まず発信をしましょうというところで、うん、これまでの今悩んでいらっしゃるトレーナーさんとかっていうのは、やっぱりこう集客力がないままに、うん、自分のこうスキルであったりとか、うん、知識であったりとか、まあ、そういった中のソフト面ですね、うん、そういったところにほぼほぼの自己投資を使ってしまっていたと。うんうんうん、
だから、まあ、太郎さんの場合はもともとメディアを運営していて、はい、まあ、100% そこに集中してたわけですよね。そうですね。でこっから大転換したから、うん、もう集客に関しては正直そんなに困ってないというか、うん、むしろ来すぎちゃってるっていうことです、うん、そうですね、はい、2店舗目が今やばいです。パンパンですか？そうなんですね。いやそういう悩みを抱えてる方ってあんまりいないと思いますけどね、うん、いやすごいです。そんな形でですね、まあ、なんかこうトレーナーなんだけども、なんかこう集客のために、うん、まずはメディアを持ちましょうであったりとか発信しましょうっていうことがですね、まあ、なんかかなりこうリアルな声として今日お聞きできたのかなと思うので、うん、はい、すごくためになったんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます、はい、今日はこんな形で参加したいと思うので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。